の会からいただいているコメントだけ、はい、よろしいですね、笑顔の会から、すみません、ですね、笑顔の会というがん患者の会がありまして、まあ、顔面のがんに関するがん患者の会ということなんですけれども、そこのご説明している時間がちょっと申し訳ないないので、そこの代表世話人の方からのメッセージだけ読ませていただきます。ムーランさんへ、笑顔の会入会から早くも2度目となるライブですね。有言実行のバイタリティあふれるムーランさんには会員一同敬服しております。ネットラジオムーランのリライフ談話室解説記念ライブ、ムーランのリライフパワー2010公演に際し、笑顔の会よりエールを送ります。何せ我々笑顔の会は世情を反映して高齢化の一途をたどっております。そのような時にムーランさんのご入会で、まあ幾分か若返りさせていただきました。幾分ですか。幾分かです、はい。めっちゃ明るい闘病記の出版はじめ、リライフの CD で情報発信され、我々にできない動きで笑顔の会も支えられています。ムーランさんの念願でしたがんを患う方々を励ましたいという考えのもとに、7月から計画実行されているネットラジオリライフ談話室、私はじめ会員数人はパソコンに不慣れなので、リライフ談話室の CD を拝聴させていただいており、助かっております。この活動は患者でなければわからない苦労と痛みを少しでも和らげていただき、悩みを抱えた方々を精神的に支えていただけると感じています。ムーランさんのハンデをものともせず、自分の信念に正直に、また前向きに力いっぱいに歩いておられる姿には会員一同励まされています。これからも関東においての顎から顔面がんはじめがんに苦しむ人たちに明るい未来への希望と心からの支え、リライフ談話室での情報提供や笑顔で語り合えるネットワークの構築へ愛の手を差し伸べていただきますよう希望いたします。ライブリライフパワー2010の成功を祈りつつ、2010年10月吉日、笑顔の会代表世話人若狭信行、はい、ありがとうございます。もう本当にそう言っていただくと、ますます私頑張ろうっていうバージョンアップいたしますので、ぜひいろんなことでリライフ活動これからも頑張っていきたいと思います。さあ、それではですね、もうずっと今回は、もう全く私が普通じゃないんですけどね、全部ね、特に普通じゃないっていうのをもうお忘れかっていうぐらいなんですが、まあ私ここがすっぽり中がありません、空洞になっていますが、それで作りました歌、このリライフ、今までのやってきたものの原点でございますので、このリライフを、また歌いたいと思います。これもテーマ重いですけど、ね、これもんで、皆さんよくご存知のこれもんでいきますので、どうぞご一緒にお願いいたします。はい、ではリライフ。ガラス窓の向こうにレインボーブリッジの明かり、まばゆいきらめき、涙へ溶けた。思い出せば昨日のことのようでもあるし、まるで知らない国のことのようでもなく、人もたやすく、人は傷つき、悩み戸惑い嘆き悲しみ、だから捕まえていて、この指をこの肩をこの世で生まれ変わって、再びあなた愛し合える喜びに触れる幸せ感じてる。はい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 、わあ嬉しい、お願いします。眩しい朝の日頬なでるそよ風、人々は語らい、鳥は飛び立
立つ。そんなごくありふれた風景が嬉しい。花も空も星も限りなく愛しい。いともたやすく人は傷つき、悩み戸惑い嘆き悲しむ。だから抱きしめていて、二度と離れないように。この世で生まれ変わって再びあなたと生きる。瞳に映る私に生きる喜び感じてる。たやすく人は傷つき、悩み戸惑い嘆き悲しむ。だから抱きしめていて、二度と離れないように。この世で生まれ変わって再びあなたと生きる。瞳に映る私に生きる喜び感じてる。どうもありがとうございました。もう本当にこれで200歳まで本気でいきましょうかね。みんな探してますけど、200歳を。ここにいるよ。はい、もういっぱいいただきました。さあ、それではですね、いよいよもう、ね。はい、これで、一応これで終わりなんです。はい、はい。はい、それじゃあですね、すいません。じゃあちょっとご一緒にですね、ちょっと、時間がちょっと押しちゃったものですからね。今日ね、長かったですから、ここ。出演者の皆様もちょっとこちらに出てきていただきまして。いいですか？ほら、じゃあこれもまた皆さんで歌える歌あるじゃないですか。二人でいるならって、いいじゃないコールっていうのをいただける歌を、それじゃあ今日は息子たちと娘とみんなで歌いたいと思います。すいませんね、立川先生。立川先生、いいじゃないコール。あ、じゃあね。じゃあ、お手拍子だけいただけますか。ね、アレクセイさんも。誰かいますか。金コップ。金コップ、そんなとこにダメですよ。潜んでちゃ。ついにスポットに当たりましたね。美声を。はい。それではね、ですね、ぜひ、これも私の振りがありますのでね。こういう、ちょっといいですか？ここから、はい。二人でいるなら、ピッってこういうの。二人でいるなら、ピッ。はい、これもここまでいきますよ。じゃあ、これを、ピが決まりですから、ピッ。ね。これも皆さんでやって、もう本当に楽しくお開きにしたいと思います。さあ、それでは、お願いします。友達しててもいいじゃない、 いいじゃない、恋人しててもいいじゃない、 いいじゃない、夫婦じゃなくてもいいじゃない、 いいじゃない、二人でいるなら、はい、振り向けば青春は遠く、熱き思い出もセピア色、人生本当の輝きはこれから始まる話でしょ。過ぎてきた時間はせわしなくて
友達しててもいいじゃない、恋人しててもいいじゃない、夫婦じゃなくてもいいじゃない、二人でいるなら。はい、行くよ。ピッ、いいですね、いいじゃないコール、ありがたいです。友達しててもいいじゃない、恋人しててもいいじゃない、夫婦じゃなくてもいいじゃない、二人でいるなら。見慣れた背広姿じゃなく、ちょい悪親父も決まってる、少し濃い目にルージュ引いて、曲がってのダイヤで決まりでしょ。あなたと生きてきた人生に悔いはなし、100年経ったらどこかできっとまた会いましょう。友達しててもいいじゃない、恋人しててもいいじゃない、夫婦じゃなくてもいいじゃない、二人でいるなら。もう一回よ。あなたと生きてきた人生に悔いはなし、100年経ったらどこかできっとまた会いましょう。友達しててもいいじゃない、恋人しててもいいじゃない、夫婦じゃなくてもいいじゃない、二人でいるなら。みんなでいるなら。はい、どうもありがとう。嬉しい、ありがとうございました。本当にまたね、絶対次回やりますので、またお越しくださいませ。今日の出演者よろしくお願いしますね。またこれエンディングです、聞いてください。皆様本当に今日はありがとうございました。皆様からいただきました温かいお気持ちは、私たちそれぞれこれからの活動に生かしてますます頑張りたいと思います。負けない、めげない、諦めない、リライフ三原則を堅持して、皆様もずっとご一緒に楽しい人生を生き抜きましょう。これを機会にそれぞれのアーティストのホームページや連絡先にご連絡をいただき、新たな絆が広がっていけば本当に嬉しいです。ではくれぐれもお気をつけてお帰りくださいませ。またお目にかかれます時を楽しみにしています。リライフ談話室、脚本パーソナリティはムーラ、制作編集はザ・レコーズのギタリストアンディとベーシストジュンでした。はい、本当にどうもありがとうございました。